ロンドンでサッチャー元英国首相とジェフリー・アーチャー卿をテレビインタビューした。上山修一郎は日本の経営コンサルタント、バージングループ顧問を歴任。マーガレット・サッチャーとのインタビューを実現した個人として有名で、その後、1991年から2000年までマーガレット・サッチャー日本代理人を務めた。株式会社、上山事務所代表取締役社長。 一橋大学非常勤講師、東洋大学元客員教授、静岡県富士宮市で本州製社員の家に生まれる。AFS でアメリカ合衆国入りのイ州サンドウィッチに留学後、東京都立西高等学校を経て、一橋大学小学部卒業。一橋大在学中に1年休学し、西ドイツで出版社に勤務。その後、 1987年に、スタンフォード大学経営大学院 SEP 終了。イギリスソニー販売部長、ソニー本社宣伝部次長を経て、1981年に35歳で、独立して株式会社、上山事務所代表取締役社長に就任し、現在に至る。主な国際的コンサルティングの実績として、1987年に、 世界最大の広告代理店ブブドの社長府、特別顧問として、日本の大手広告代理店 ADK との資本提携、2000年に英国バージングループとマルイとの合弁会社バーチンメガストアジャパンを設立、2015年英国クリスティーズでのジェフリー・アーチャー教主,主催チャリティーオークションへの協賛などがある。また、 マーガレット・サッチャー元英国首相の日本代表として1991年から2000年まで毎年彼女の日本への招聘、講演、チャリティーイベント企画実施した。この貢献が評価され2013年4月17日にロンドンのセントポール大聖堂で行われたサッチャー女子葬儀に唯一の日本人夫妻として招待された。1988年 テレビ東京の経済番組、ハロー VIP 司会者として、ドナルド・トランプや、バージングループのリチャード・ブランソン会長、ジャンポール・カミュー会長をはじめとする世界の著名人50人に、英語、フランス語などで直接インタビューを行った。現在、藤井電工、株式会社、フォーサイス総合法律事務所などで、グローバル人材研修と、海外進出、提携などを手掛けている。 母校の一橋大学で非常勤講師を務め、パーソナルブランディング、日米経営比較を英語で講義を毎週行い、世界を物体に活躍したい、日本人学生と外国からの留学生たちの教育、人生指導にも熱心に取り組む。ありがとうございます。